こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、なんてことはないんですけども、今日家でね、誕生日一人ぼっちでいるんで、まあ一人ぼっちなんですけども、まあキットがね、いてくれますんで全然寂しくないですね。ナイトライダーね、手に入れて1年以上経ちました。で、中学の頃に憧れてからというものをずっと夢に見ていてね、この車が日本にある、そして自分がそれをね、所有することができるというふうなね、可能性が見えてきて、その可能性にちょっと手を伸ばして、まあ、今ここにあるのかなってことですね。ちょっとぐるっと見てみましょうか。よいしょ。ね、こうドアを当てても大丈夫なようにこのタオルをねやったんですね。車内こんな感じです。で、天井はやっぱり漏れますね、水がね。スキャナーね。はい、こうタイヤもね、ボーリングホイールってやつですね。ちょっとこれ狭いから引き上げて、この角度でよく走ってましたね。この角度かな。いや、どこまでも細かく再現されてますよ。すごいですね。ということで、満足度いっぱいの48歳で再スタートします。これからはね、隠居投資家として、隠居トレーダーとして引き続きやっていこうかなと思います。速稼塾よろしくお願いします。